以上が現在の状況です。クラゴン、貴様のせいだからな。教皇様の御前だ。声を荒げるな。あの子と悪魔に疲れていやがる。バカな、バカな、とばけるか貴様。しかもあの子とヤマトを再生させやがった。お前のミス、お前の責任だぞ。おクレド。はい、教皇様。その小僧を捕らえられるか。ご命令とあらば。しかしダンテの追跡が。そちらは私が。それでは頼んでよいか、グロリア。喜んで。教皇様がご無事で何よりでしたわ。信用なさるので。あの女がもたらした魔剣スパーダが神の完成を早めたのは事実。しかし得体の知れぬ女、危険では。その時はその時で対処すればいいだけのことだ。あいつの素性の方もおおよその見当はついておる。ではクレドよ、ネロという小僧、そしてヤマトを我が元へ頼んだぞ。もちろん仰せのままに。小僧ですが、クレドの妹のキリエと親しいようでした。上ごとで何度も名前を。
不利ならよそでやれよ、ババア。聞き捨てならぬな、人間不全が生意気な。その体、奴だけにしてくれるわ。懲りたらもう二度と出てくんなよ。なんだよ、忘れ物していきやがって。
なんだよ、怒ってんのか。なあ、教えてくれねえか。教団は何をしようとしてる。ダンテってのは何者だ。お前ごときが知る必要のないことだ。それが悪魔の力か。やめろ。傷つけたくはない。キリエが悲しむからな。傷つける。お前が私よか、バカめ。あんたも。これこそが選ばれし者だけがたどり着ける境地。人を大きく超越した存在への進化。天使の力だ。違う、クレド、それじゃただの悪魔だ。教団騎士を束ねる長としてお前を連行する。教皇様の御心のままに。この神の槍でお前を葬る。私はまだやれる。ここまでの力とは。キリア。待ってくれ。これは違うんだ。
どうしてこんなことに。ほら、わかったかな。私が言った通りだったろ。ネロはもう悪魔だ。てめえ。ネロ。安心しろ。別に殺したりはしない。まだな。しかし、この女、お前にはよほど大事と見える。キリエは関係ないだろう。離せ、アグナス。勝手な真似をするんじゃない。これは私が賜った任務だ。デシャバルナ、キリエを離せ。これは教皇様直々のご命令だ。お前が負けることがあれば妹を利用しろとな。何？この女がそれほど大事なら追ってくるがいい。急がねばこいつの命は保証せんがね。教皇様がキリエを使うとは。奴はどこに逃げた。本部の方か。おそらくな。勝負はひとまず預けるぞ。私は教皇様のもとへ。